ジェームス・マッカーシーは、スコットランド・グラス号出身で、アイルランド代表のサッカー選手。プレミアリーグ・クリスタル・パレス FC 所属。ポジションは MF。アイルランド系のスコットランド人である。マッカーシーは、まず、ハミルトン・アカデミカル FC で公式戦1 0 0試合以上に、出場した後、2009年に赤金120万ポンドで、サンダーランド AFC と契約した。 代表としては、スコットランドに生まれながらも、アイルランド代表を選択しており、2010年3月3日に、親善試合のブラジル戦で、A 代表初出場。2011年3月26日に、UEFA ユーロ2012予選のマケドニア戦で、公式戦初出場を飾った。マッカーシー1930年代に、アイルランドからスコットランドに移住した父を持つ母。 マリーとスコットランド人の父、ウィリーのもと、4兄弟の末っ子として、スコットランドのグラスゴーに生まれ育つ。幼少の頃から、セルティック FC のファンだったこともあり、下部組織への入団を志していたが、すでに多くの選手が在籍していたためにかなわなかった。ハミルトンアカデミカル、編集中学卒業後に、ハミルトンアカデミカル FC で、プロキャリアを開始し、 2006年9月30日に、スコティッシュフットボールリーグファーストディビジョンのクイーンオブザ、サウス FC 戦において、21世紀以降で、クラブ最年少となる15歳で、初出場。誕生日前日の11月11日に、エアドリーユナイテッド FC 戦で、初先発。2007年1月6日にスコティッシュカップの、リビングストーン FC 戦で、初得点を挙げ、 クラブ史上最年少となる16歳と55日での得点を記録した。デビューシーズンながらも冬には、プレミアリーグのレディング FC とリバプール FC のトライアルを受けたマッカーシーは、最終的に不合格で残留することになったが、翌2007から08シーズンには、リーグの最優秀若手選手賞を受賞する活躍で、昇格に貢献して、契約を3年延長すると、 キャリア初となったスコティッシュプレミアリーグの舞台においても活躍を見せ、2007から08シーズンのスコットランドピーフ年間、最優秀若手選手賞を受賞した。ウィガンはアスレティック、編集エバートン FC での初得点を挙げる。マッカーシー2008から09シーズンの活躍によって、同リーグのセルティック、イングランド一部のバーンディー FC、ポーツマス FC、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC、 ウィガンアスレティック FC からオファーをされ、2009年7月21日に、ウィガンと遺跡金120万ポンドで5年契約を締結する。8月22日のマンチェスターユナイテッド FC 戦において74分から初出場を飾って以来、途中出場が続く中、2010年1月2日の FA カップでのハルシティ AFC 戦において初得点を挙げる等でアピールし、 1>, 1月16日のウルバーハンプトン戦において、待望のリーグ戦初先発出場をするとともに、リーグ戦初得点も記録した。翌2010から11シーズンは、開幕から先発を務める最高のスタートを切ったものの、2010年10月23日のボルトンワンダラーズ FC 戦で、相手のファブリスムアンバに背後からタックルをされたことで深刻な足首の負傷となる。 しかし、約3ヶ月後の2011年1月25日のアストンビラ FC 戦において、先発で復帰を果たすとともに初得点を挙げる負傷を感じさせない活躍を見せており、2月5日のブラックバーンローバーアッツ FC 戦においては2得点を挙げた。同月下旬のマンチェスターユナイテッド戦においては、前半早々にボールとは無関係のところで、 相手のウェイン・ルーニーから駆け寄られて、肘打ちをもらうも、主審の判断は相手への注意のみにとどまり、ウィガン側のフリーキックで再開となった。この事件は、議論を呼び、ルーニーとの衝突の際に倒れずに踏みとどまった、マッカーシーの対応は称賛され、同僚で首相のガリー・コールドウェルからも、同様に称賛されつつ、正直に倒れていた場合にはルーニーが退場となっていたとも言われた。 2011年8月23日には、クラブと契約を5年延長する。2013年5月11日に、マンチェスターシティ FC を下し、クラブ史上初となる FA カップ獲得に貢献した。エバートン、編集2013年9月1日に、エバートン FC から遺跡金1000万ポンドのオファーを、ウィガに断れるも、その2日後に遺跡金1300万ポンドで、 ビガン時代に支持したロベルト・マルティネス監督率いる同クラブにマルアンフェライニの後釜として契約する。初出場を飾ったチェルシー FC 戦で好プレーを見せるとシーズンを通して定位置を確保しギャレスバリーと中央でゴンビを組んでクラブ史上最高となる勝ち点72獲得に貢献したプレーはマルティネス監督に2013から14シーズンの間に 自身の価値が倍増したと言わしめた。シーズン最終節の春シティ FC 戦において初得点を記録した。2014から15シーズンは相次ぐ負傷に苦しむことになった。2014年11月27日に UEFA ヨーロッパリーグ2014から15の VFL ボルフスブルク戦でハムストリングを負傷したことで12月26日のストークシティ FC 戦までの 1> 約1ヶ月離脱しており、復帰2試合目となった同月28日の入ッするユナイテッド FC 戦で、ハムストリングの懸念から、前半終了後に交代となると、今度は2015年2月7日のリバプールとのマージーサイドダービーまで離脱していた。クリスタルパレス、編集2019年8月7日、クリスタルパレス FC へ完全一席。 アイルランド代表でのマッカーシー・スコットランドに生まれながらも祖父がアイルランドのドニゴール県出身だったことでアイルランド代表での出場資格があり2007年の16歳の時にアイルランド代表としてプレーすることを選択するその後スコットランド代表から幾度も誘われたもののその都度アイルランド代表でプレーすることを強調したマッカーシーは U-17 として2007年1月23日のイタリア戦で初出場、3月のギリシャ戦で初得点を挙げて3試合1得点を記録するとすぐさま U-18 に昇格し、11月にはドイツ戦において初出場、同月15日の再戦で2得点を挙げた。なお、同年9月には U-19 として、 ポルトガル戦において初出場を記録している。U-21 でプレーした後の2010年2月、ロンドンで行われるブラジルとの親善試合に向けて、A 代表に初招集され、3月3日の同試合において、リアム・ローレンスとの交代で70分から初出場を飾る。2011年のウェールズとのネーションズカップを前にして、代表から離脱した行動により、議論の中心となる。 今まで親善試合のブラジル戦のみにしか出場していなかったことで、FIFA の規則的に代表変更が可能となっていたため、スコットランドへ代表変更するとの憶測が呼び、序盤にトラパットー監督が今後もアイルランド代表でのプレーを確認するも、なかなか沈静することはなく、2011年3月に UEFA ユーロ2012予選のマケドニア戦において、 ロビーキーンとの交代出場で公式戦初、出場するまで論争は続いた。5月には、ネーションズカップにおいて、北アイルランドと故郷のスコットランドと対戦する機会があったものの、クラブでの負傷によって、全治1ヶ月の影響から召集を断っており、代表チームが同大会で優勝していたにもかかわらず、出場機会はなかった。また、UEFA 2012においては、 メンバー23人に入る予定だったが、父親がガンと診断されたことで辞退している。2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、全10試合中9試合に出場したように、中心選手としてプレーし、フェロー初等戦とスウェーデン戦で、マン・オブ・ザ・マッチを受賞する活躍を見せたが、本大会出場はかなわなかった。2017年5月26日現在出展、A。 スコティッシュチャレンジカップ BFA コミュニティシールド出展、ハミルトンアカデミカル FC ウィガムアスレティック FC ありがとうございます。